連星。連星、連星とは二つの構成が、両者の重心の周りを軌道運動している、天体である。双子星とも呼ばれる。連星は、地球から遠距離にあると、一つの構成と思われ、その後に連星であることが判明する場合もある。この二世紀間の観測で、肉眼で見える構成の半数以上が連星である、可能性が示唆されている。通常は、 明るい方の星を主星、暗い方を晩星と呼ぶ。また、三つ以上の星が互いに重力的に束縛されて軌道運動している系もあり、そのような場合には N 連星、または N 重連星などと呼ばれる。また、二重星という言葉も連星を示す場合が多い。しかし、実際には複数の恒星が地球から見て同じ方向に位置しており、見かけ上。 連星のように見える場合を表す。それぞれの構成の地球からの距離は全く異なり、物理的にも何の関連性もない。二重星は距離が異なるので、高度の差から年収視差や視線速度を正確に求めることができる。しかし、中にはアルビレオのように二重星か真の連星かがわかっていないものもある。 連星は軌道計算から間接的に構成の質量を求められるので天体物理学においてとても重要な存在である。また、質量から半径や密度などの他のパラメーターも得ることができる。また、この観測は単一の構成の質量高度関係、MLR の分析にも役立つ。連星は多くの場合、 望遠鏡などの光学的手法で両星に分離して観測され両星が光点運動をしていることが確認されている。このような連星を実施連星という。しかし実施連星の多くは番星が主星の周りを光点するのに数百年から数千年という時間がかかる。そのため軌道要素に関しては不明な点が多い。また、 望遠鏡を使用しても分離できないほど接近した連星はアストロメトリー法やスペクトルのドップラー効果などの間接的な手法で発見する。このような連星は分光連星と呼ばれる。分光連星は星の軌道面が天球面に対して大きく傾いていて、二つの星が太陽系から見て近づいたり遠ざかったりするためにそのスペクトル線を 継続的に調べると規則正しい周期で、青い方にずれたり赤い方にずれたりする。分光連星では、スペクトル線の時間変化を観測することで、星の質量を決めることができる。そして、連星の中には、晩星が主星の手前を日食のように横断して、連星系全体の高度を周期的に変化させるものも、ある。このような連星は、食連星、と呼ばれる。 主星と万星が非常に接近している場合、互いの重力で万星の形が扁平状になっていることがある。このような連星を近接連星といい、双方の構成の質量が変化するときがある。連星という言葉は1802年にウィリアム・ハーシェルによって最初に作られたとされている。1780年にハーシェルは700個以上の二重星について、 星同士の理覚と位置を測定した。その結果、そのうちの約五十個が二十年の観測期間の間に位置を変えており、互いに軌道運動をしている連星であることを発見した。また、何もない空間の周りを周回しているように見える構成もいくつか発見されている。一天文的連星と呼ばれる連星は、このような天体の一例である。この天体は、 比較的二世の距離が近い連星で、ある点の周りをふらつくような運動を見せるものの、番星が見えないというものである。文光連星の中にも、前後に動くスペクトル線が一組しか存在しないものがある。通常の文光連星では、近づく星と遠ざかる星による二組のスペクトル線が見える。このような場合でも、普通の連星に用いるのと同じ手法を使うことによって、 見えない晩星の質量を推定することができる。このような連星で番星が見えないのは、晩星が非常に暗く主星の明るさに埋もれて、検出できなかったり、中性子星のようにほとんど可視光を放出しない、天体だったりするためである。場合によっては、見えない晩星が、ブラックホールである場合もある。このような例として、白鳥座 X-1 がある。 この連星系の見えない晩星の質量は太陽の約9倍である。不可視番星の候補天体としては通常中性子星も考えられるが、この質量は中性子星の質量の上限よりもはるかに重いため、ブラックホールである可能性が非常に高いと考えられている。また、太陽系外惑星の創作も連星の不可視番星と同じ手法で行われることが多い。 連星は天文学者が遠距離の構成の質量を直接測定できる主な方法の一つであるため特に重要である。連星では互いに引き合う重力によって二つの星が回り合っている。実施連星では軌道の形を観測することで、また分光連星ではスペクトル線の時間変化を観測することで星の質量を決めることができる。恒星の多くは 連星系を作って存在しているため、連星は我々が星形成の過程を理解する上でも重要な存在である。特に連星の周期や質量を知ることによって連星系の核運動量の大きさがわかる。核運動量は保存量なので連星の核運動量はその星が生まれた時点の状況についての重要な手がかりを含んでいる。現在では連星は その観測的な属性によって四つのタイプに分類されている。この分類の中で複数にまたがる星もしばしば存在する。例えば文光連星のいくつかは食連星でもある。また、星同士の距離が両星の半径の数倍程度のスケールにまで接近した連星を近接連星と呼ぶ。連星のような二体形を光点周期に同期した回転座標で見ると、 両方の星を中心とする類的型の等ポテンシャル面が存在する。両方の類的の尖った天同士はこの二体系のラグランジュ点 L で接している。この面で囲まれた領域をロッシュローブと呼ぶ。近接連星系の星が進化して巨星になると星本体が膨張してロッシュローブを満たし、やがては星のガスがローブから溢れて相手の星にこう切るといった現象が起こり。 神星や超新星のような様々な活動現象のもととなる。近接錬星は星の間の距離に基づいて以下の3つに分類される。ハーシェル以来、約200年にわたって錬星について様々な研究が行われ、いくつかの一般的な性質が明らかになっている。構成のうち少なくとも約1、4は連星系であると考えられている。 また連星系のうち約10%は3連星など3つ以上の構成からなる系である。連星の軌道周期と軌道の離心率の間には直接的な相関関係があり、短い周期の連星では軌道の離心率が小さい、円軌道に近い。また連星の二星の距離は近いものから遠いものまで様々である。近いものでは 互いの星の表面が接触しているものもある。遠いものになると非常に離れているが、電球上の二世の固有運動の値が字であるということから、二つが重力的に束縛されていることが過労じてわかるというものまで存在する。連星の軌道周期は対数正規分布に従っており、周期が約100年程度の連星が最も多い。連星の二つの星が 同じ明るさの場合には、そのスペクトル型も等しい。明るさの異なる連星では、明るい方の星が巨星である場合には、暗い方の星はより青いスペクトル型に属し、明るい方が主系列星ならば、暗い星はより赤いスペクトル型に属している。一般に、質量を決めるには、重力の大きさを測定する必要があるが、構成の中では、 太陽や重力レンズを引き起こす構成の例を除けば、連星が重力の大きさを測定できる唯一の存在である。このため、連星は構成の中でも観測的に重要な地位を占めている。実施連星の場合には、軌道の形が決まってかつ連星系の子孫の値が得られれば、ケプラーの第三法則によって二つの星の質量の和を直接求められる。 文光連成の場合には、その連成が同時に実施連成や職連成でない限り軌道の形を完全に決めることができないため、視線方向に対する軌道傾斜角のサイン、制限を質量に乗じた席の形でしかけることができない。よって、軌道傾斜角に関する別の情報が得られない限り、その質量は統計的に推定することしかできない。文工連生が 食連星でもある場合には、その連星系の両方の星についての性質、質量、密度、大きさ、高度、およその形状を完全に得ることができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。